ゆっくり霊夢格好プ主です。マリサだぜ。前回は、ついに PK 編スタート。新システムの確認をしながらだったから思ったより進まなかったんだぜ。伊達家編でも少し触れたし少しずつ慣れてはきたかな。まあまだまだ細かい仕様はわかってないけど。てかおい。な、何よ。お前これやり直してるだろ。なぜバレたし。日付が戻ってるのとやけに毛利家が勢力拡大してなかったからな。まああれだよ。前回のはチュートリアル的な。多少理解した上で今回からリスタートしていこうと思う。まあさすがにあの状況からは苦しかったし、何より今作異風奪還が難しいからより弱小勢力が苦しくなってそうだよ。まあ確かに表情集も巨大勢力は使えるのに小規模だと舞踊しか使えないしな。弱小勢力はより巨大勢力にすり寄って援軍もらいながら進めていくかが鍵になりそうだ。とりあえず初手は軍開発最優先。外交、政策発令する前にある程度軍開発をしてその後やっていこうと思う。収入もギリギリだし前回は赤字運営期間があったしな。そうならないための調整だよ。我慢できずに制度改新にだけ発令、我慢しろや。まあこれで工場戦が可能に、設定すればどの城でもできるようになった。前回で分かったのが防衛拠点に設定しても城主がいなければ工場戦にならないこと。しかしゲガガッサンと打城に行ってたからダメだったもんな。でもプラスして分かったのは備中高松城は防衛拠点にしておけば浦上家は攻めてこないということ。確かに解除されるまでは全然攻めてこなかったな。それだけ工場戦というものが AI にも重く計算されてるんだと思う。あとやってて気づいたのが城の上の盾マーク。これが城の時は工場準備ができてない時。オレンジっぽくなってれば工場戦が発動するというサインになってるみたい。なるほど、そういう目安になってたのか。だから盾ついてても城の時なら早くたどり着くなら工場戦無視して城攻めができるってわけだ。作戦立てる時にも必要な情報になりそうだ。とりあえず1から掌握して収入を安定、その後の右村掌握しながら毛利家と外交組んでいくよ。動きがあるまでカットしていくんだぜ。8ヶ月カット。前回と同じく高田城に攻めていってるね。そして山名家が漁夫、ここまでは同じ展開だな。前回はここで私が高田城に漁夫りに行って帰り討ちにあったんだよね。その後も毛利家が動いて日枝山城、神鍋城と制圧していったんだな。だから今回は高田城を漁夫りには行かず、毛利家が日枝山城に行くのを見てから神鍋城に攻めていこうと思う。なるほど、分断した後にゆっくり攻めるのか。しかし戦力だけで言えば浦上家の方が弱いがなんで天子家にこだわるんだ？こだわってるわけではないんだけど、無印の頃岡山城制圧したら三好家がエンドレスに攻めてきていい思い出がないんだよね。確かに回路で隣接するしな。だから必然的に岡山城は避けて他の城を制圧していきたいんだよね。となるとやはり最初の候補地は天子家、神鍋城、高田城あたりになるわけだ。そういう理由があったんだな。まあ岡山城制圧した後すぐに防衛拠点に設定すればもしかしたら三好家は攻めてこないかもしれないんだけどね。どこまで防衛拠点が AI を威圧できるかはまだ未知数だな。あ、そういや盾のマークの色が変わったのわかるかな？この色が工場戦可能の色だよ。これも編集中に気づいたからやってる時にはわかってなかったんだぜ。そろそろ高田城が陥落、毛利家が動くかな。ポイントもいい感じに溜まってきてる。いつでも援軍可能だな。軍掌握も終わったし備中高松城の浄化方針設定するために制度改新発令しようか。収入がほぼなくなったんだぜ。自然災害来たら終わりだね。お、毛利家も火がついてるみたいだしもうそろそろ天子家に攻めるかな。微妙に火の色も無印と変わってるな。あ、消化されちゃった。もしかして前回はうちが高田城に攻めて兵力のバランスが崩れてたから出陣してたのかな。それは大いにありそうだな。ってことはうちが動かないと毛利家はしばらく動かないのか。兵力差ができるまでは動かないだろうな。要件を述べるがこのままにしていても天子家が兵力回復してうちに攻めてきても嫌だし、毛利家に日枝山城援軍出してもらおう。ワンチャン制圧してくれればラッキー。制圧できなくても兵力削ってくれれば毛利家が動くようになるはず。部隊壊滅したらしばらく出陣できないがな。それでも元成さんの武勇をもってすれば一人で天子家半壊くらいまでには持っていけるはず。ずっと思ってたけど元成さんの声めっちゃ苦しそうに叫ぶよね。
全力疾走した後に録音したのかな。いいんだけど気になっちゃうよね。いやあの人マジで一人で半壊どころか全滅させちゃったよ。ハレッサー慌てて再度出陣してるな。思ったより AI は無茶な戦いをしなくなったみたいだ。確かによく見たら壊滅してるの一部隊だけだな。壊滅する前に引くかそもそも撤退するかをしてるみたいだ。同様状態を入れるにあたって AI にもテコ入れが入ったんだろうな。ハレヒサさん日エビ山城に向かってるし上市城城主もそんなに強くなさそうだから国衆引き連れて高田城に攻めていこうと思う。城を制したぞ。この人バケモンかよ。まさかのほぼ一人で制圧までしちゃったよ。前回毛利家がやってた三方向強撃はオーバーキルだったみたいだな。ようやく一人武将ゲット。今回は攻城戦での武将配置が大事そうだから人手不足は死活問題だな。まだハレヒサさん攻めてきてるしこれは毛利家に防衛お願いしよう。今回のシリーズ毛利家だっけ。元就の野望開始しちゃったね。あ、元就さん騎乗してからにしよう。城主は悩んだけど奪還される可能性が非常に高いから少し待とうと思う。あ、停戦交渉できるのか。なんかデジャブだかやってみるか。お前も毛利家と同盟切れと。却下。判断早いな。元就さんに潰してもらうんだから見とけよ。他力本願なのがなんとも悲しいところだ。高田城は小規模合戦に持ち込みさえすればなんとかなりそうか。あの城をいただきに行こうか。行くぞ。高田城の戦い、うん、国衆くらいの能力だ。混乱も違いないのが痛いところだな。序盤いたらだいぶ楽なんだけどね。国衆が敵部隊の攻撃力下げる戦法だから多少被害抑えれそう。それは何より。あとは国衆とこの部隊だけか。追加で援軍来るかもしれないがなんとかなりそうだ。日エビ山城は元就さん呼んでるよ。晴れ久との一騎打ちだな。元就さんの武勇が兵力差を覆せるか。城を攻めよ。みんな行け。あ、そろそろ元就さん撤退しそう。喜んで。だが元就だいぶ晴れ久の兵力削ったぞ。これ城主入れてたら守れてたかも。すぐに援軍は呼べないのか。さすがに無理か。あとは撤退してくれるのを願うしかないね。でがなるわい。高田城の戦い、これさすがに無理じゃないか。国衆すぐに撤退するだろうしきついかも。ちょっと通常戦闘で削るか。国衆避難させて英知加算兵力削り。今度は城主部隊出てきたな。いやさすがにこれはきついか。撤退が無難だろうな。またもや高田城攻め失敗するとは。あ、でも晴れ久さん撤退した。結果的には城が増えたな。今度は城主入れて早速防衛拠点にしよう。能力低くてもどれだけ攻城戦で耐えれるか。多分結構狙われるだろうから領主も本拠地から向かわせておこう。まさかの吉川家、四戦で攻めてきたな。そういや吉川家は毛利家と同盟組んでるから援軍呼べないのか。攻城戦準備まで耐えれるかどうか。軍制圧でどのくらい時間が稼げるかだな。めっちゃギリギリ。あ、間に合わなかったみたいだな。マジかよ、準備間に合わなく攻められると強制解除されるのか。これ絶対陥落するぞ。めっちゃ武将配置してるしそれだけは避けたい。なんとかならないものか。要件を述べる。元就さん守ってくださいお願いします。そうか、日エビ山城制圧して隣接したから心中ができたのか。はは、残念だったな吉川家よ。お家に帰るがよい。どうやってるが全部他力本願なんだよな。これで小早川家も怖くない。外交もポイントに縛られなくなったし最初からこうすればよかった。次は天子家が攻めてくるみたいだ。どっち狙いだろうね。そういや無印の時は心中してるとポイント60までしか貯めれなかったのに今回は100まで貯めれるようになってるね。何の調整なんだろうな。神鍋城に攻めてもらってうちの兵と全部そっちに向けちゃおう。結局もう毛利家頼み。神鍋城制圧して本拠地とのルート開拓しておきたいんだよね。まあ本拠地付近攻められた時に援軍もらえるようになるしな。よし、消火成功。あわよくば制圧までしてくれないかな。
なんか雨ごけ騎乗してるな。もしかしたら日比山城の軍があるから強制騎乗になったのかも。あ、そうみたいだな。国衆が制圧した後防衛に向かってきてるし、これこのペースで行けば防衛部隊間に合わないのでは。一番最悪なのは制圧だけして防衛前に騎乗ですぐに奪還されることなんだがな。まあそれはそれで耐久値削ってくれるし言っちゃいいんだけどね。構えよ。2500で日比山城狙いだな。今度は甲状腺の条件満たしてるはずだから大丈夫のはず。防衛兵力回復してないのが気になるが、到着までに多少回復するだろう。攻め落としてみせた。もう少し粘ってから制圧してほしかった。晴れ久にすぐに奪還されてしまうな。これは奪還された後すぐに奪還し直そう。工場準備中になったな。開始は攻める側のタイミングなのかな。そうみたいだな。元成さん呼べるし防衛に行ってもらおう。工場戦にどう影響が出るんだろうな。戦うぞ。あ、そのまま戦闘始まっちゃった。なるほど。工場戦は他の部隊が接敵すれば通常戦闘、参戦できるのは城の領主だけなのかな。支援もおそらく兵力だけ出した分城の領主だけなんじゃないかな。あ、帰っていった。元成無双だな。この人一人で中国統一できちゃうんじゃないかな。お古いところは敵部隊帰ったしすぐに奪還。泥試合になりそうだな。そうか、なんかやたら兵力の回復早いと思ったら長久だから相手が一方的に早いのか。長久の難しさが出てきたな。元成さん敵部隊追いかけ回してるし、バーサーカー元成。6戦で攻めてきたな。今回も日比山城かな。そうみたいだ。じゃあとりあえずゆっくりと神鍋城はいただくとしよう。元成が騎乗することなく防衛に入ってくれてるな。そのおかげでほとんどの敵部隊が戦闘前に帰っちゃった。今回動揺があるから本当に敵部隊も動きがシビアになってるな。元成さん連戦でまさかの迎撃。神鍋城はまさかの家近く戦中。国衆も出陣させとけばよかった。毛利家はどこか攻めるみたいだな。ちょっと待て、序盤でなんでもう兵力満越えしてるんだ。家近とざまになってるな。あ、表情衆の効果で無理やり兵力底上げしてるのか。他のデメリット消すくらい兵力が多くなればそれはそれで強いな。にしても無印ではありえないほどの成長の速さだ。これはもしかしたら本当に弱小勢力は低くなったのかもしれないな。家近さん騎乗、無念。次は山吹城に攻めてもらおう。1万1000円分くれるんだぜ。もはや元成さんに頼らないと城も取るのに一苦労。弱小勢力らしい立ち回りになってるんだぜ。敵兵力が壊滅した頃にまた神鍋城に向かうとしよう。神鍋城以外全部隊向かったな。そりゃこの序盤で1万が攻めてくるんだからね。今度は国衆引き連れて出陣。次こそ制圧したいところだ。元成さんはだいぶ敵部隊蹴散らしたみたいだ。敵じゃなくてよかったんだぜ。いかに動くべきか。神鍋城の戦い。国久も武勇高いから気をつけろよ。いや強すぎたんだが、よく元成さん通常戦闘で瞬殺してたな。比べたらダメってことだな。援軍が来る前に軍制圧できればワンチャン。国衆が来てるな。国襲撃破、だけどもう家近さんたちボロボロ。追加の援軍も来てるし撤退だな。マジで回復が早すぎる。遠方の部隊合戦で処さないとこれはきつそうだ。元成さんもここでギブアップ。いやよくここまで削ったとは思うんだが、兵力高すぎると思ったらもう軍掌握終わらせてたのか。上級になると掌握スピードが全体的に上がるみたいだ。急戦で攻めてきたな。お、やっと本拠地での甲状腺か。攻めではやったけど防衛では準備が違うだろうからまた迷いそう。一応この隙に毛利家に神鍋城攻めてもらおう。城攻めが毛利家でしかできない件について、仲介ループならぬ援軍ループ入ってるよ。弱小勢力救済処置でポイントの上限上がったのかもな。だとしたら納得。あ、これ支援してほしい城から支援要請するのか。支援したい城からじゃないみたいだな。どのくらい兵力があれば防衛できるのかわからないから備中高松城から兵力支援してもらうとしよう。
兵力1000ほどもらえるみたいなんだぜ。だけど防衛拠点は解除しないとダメみたい。手動で解除したら支援できた。矢印が出ればできてるってことだな。あとは甲状腺の勝った後の軍奪還で破壊されてる農村たちがどうなるのかが気になる。確かに破壊されたままだったら甲状腺も待つだけだからあまりしたくないよな。終わった後にそこも確認してみようと思う。元成さん頑張って制圧しといてね。大内家と毛利家が同盟切れたみたいだ。しばらくは援軍使えなくなりそう。急戦で浦上家が攻めてきたぞ。マジかよ、そうか、防衛拠点解除したからだ。ってことは倍の兵力くらいは防衛拠点で防げてたってことだな。あ、自動的にこの画面になるのね。やはり支援でも兵力だけの支援で武将たちは関係ないみたいだ。あくまで甲状腺の城の領主たちで戦うってことか。モブ軍団、無印甲状家で大活躍だったから今回も頑張ってもらおうか。設備が全部整っておけばもっとあったみたいだな。あ、配置してた唯一の設備が全く無関係なところに。これどこから敵が来るか覚えないとダメなやつだ。なんかコツありそうだけどな。初の防衛甲状腺開始。作戦はまず先までモブ軍団撤退、交代作戦しながら時間稼いでいくよ。他の関係ないところにいる部隊は全部大本丸に集結させるんだぜ。これ甲状腺は3速が本当にちょうどいい感じ。さあモブ軍団たちの底力見せてやれ。あ、一部隊入れてないな。なんでだよ。相変わらず要所じゃないところで戦闘したらスタミナの減りは早いようだ。よし、帰ったね。これでどんどん時間稼ぎしていこう。てか待て、モブの出していい火力じゃないぞ。防御力クソだけど攻撃力半端ねえ。まさに魚雷モブ軍団。しかも要所、柵でも耐久値あるうちはダメージもそこまで入らないし、もしかしたらモブだけでも余裕なんじゃ。まさかそんなことないでしょ。相手一応武将軍団なんだし。でも式ゲージ的にもうだいぶ相手に勝ち目なさそうなんだが。勝てるのはいいとして柵でどれだけ粘れるか検証しておこう。柵を味方につけたモブ量強すぎる。めっちゃこの柵だけで耐えれるな。あ、モブが武将に余裕勝ちできる日が来てしまうとは。これ絶対兵力支援いらなかったな。これでどれだけ防衛が有利か身をもって体験できたよ。モブ軍団大勝利。モブ時代の到来だな。もはや経験値はどうでもよくて草。軍は全部奪還できるみたいだな。あとは掌握状況。全部そのままだ。なら工場強いね。最後に兵力確認。なんか各勢力の兵力の増え方が尋常じゃないな。まだ開始3年くらいなんですが、甲状腺の仕組みもだいぶ分かってきたし面白くなってきた。なんか甲状に特化した通常戦闘弱い部隊とか作れても面白そうなのにな。確かにそれはあり。次回は浦上家の猛攻をどう防ぐか。ってことで今回はここまで。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。